はい、こんにちは。今日は LA 旅行記5日目に入ります。 LA 旅行記と言っておきながら、今日から次の日の午前中までは今度はロスからラスベガスに行ったんですよ。ラスベガスもちょっと一回行ってみたいなと思ってたんで、そしたら調べてみると、なんと飛行機で50分ほどで行ける距離なんですよ。朝5時半に起きて、で6時半にバスが来るんで、そこまでも30分くらい歩かなくちゃいけない距離だったんで、地下鉄も中途半端なところだったんでなかったですから、乗って行って、直通バスがあったんで行ったんですけど、まあそこで最近海外旅行に行く、国内は分かんないですけど、海外旅行行くのにこう荷物検査があるじゃないですかね、税関通る時とかに。でその時に靴を今脱がなくちゃいけないんですけど、その靴を脱いで入れたはいいんですけど、出てきた時にあれ片方はみたいな、片方どこって、なんかそこで探すのに10分かかってるとかして、なんだかんだ結構ギリギリな時間に乗らざるを得ないような状況になっちゃったりしたんですよね。たった50分の飛行フライトだったんですけど、特に映画見るモニターとかがあったわけでもなく、連日はしゃぎすぎたんでちょっと疲れて、気づいたらもう着陸態勢に入ったみたいな感じだったんですけど、ね、50分という間に乗ってしまって、で、ラスベガスに来て、まずびっくりしたのが、やっぱベガスってすごいですね。空港にもカジノスペースがあるんですね。スロットとか、まあ、ポーカーとか、そういうね、誰かそのディーラーが必要なやつとかなかったんですけど、スロット用のカジノのやつがいっぱいブワー並んでて、うわこれがベガスかって思ったんですけどね。あれは早速来てびっくりしましたけどね、うん、でそこからホテルに向かってくれるバスっていう往復チケットっていうのを買って、まあ、片道で来るよりも往復チケットで買う方が安いんで、往復チケット買って、で、まず行き行って、でホテルに着いて、そしたらホテルもまたチェックインカウンターを以外も全部もうフロントは全部もうカジノもう右見ても左見ても前見ても後ろ見ても全部カジノみたいな感じで、すげえこれがベガスかと思って、もそれはなんかね、何年間に1回こう一攫千金でこうね、ご老人夫婦が何億ドル当たりましたとかで、それありえるわみたいな感じで、あすごいですねと。自分が泊まったホテルとか、あるいは移動しているところがグランドキャニオンが見えたりとかする位置だったんで、あもう本当に砂漠の真ん中にベガスっていう街を作ったんだなっていうのが、こうまあね、ネットとか見たらすぐ分かるんですけど、やっぱ身をもって体験するとすごいところにまたこんな派手な街作ったらなと思ったりするんですけどね、まあ、そんなところがあって、でそこからピザ屋さんに昼食を食べに行って、自分で好きにトッピングして何でもいいよって言って、すごい優しいですね。僕がもう英語が喋れないもんですから、これとこれとこれと This 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 って言って、 OK グッって言って、でじゃあ楽しんでってねみたいな、ベガス楽しんでってよっていう声かけで、で食べて、でそこからようやく今回ホテルらしいホテルに泊まったんで、ちょっと10分20分くらい休憩して、でラスベガスに向かってって言って、でそこからラスベガスの中心街に行くのに、まあ、30分くらい歩くような距離の場所だったんで、これもね初めて行くってなったら、やっぱり地理感とかってなかなかわからないと思うんですよ。でちょっと外れのところだったんで、1泊7000か8000かとかでちょっと安めのねホテルに泊まれたんで、まあ皆さんもしお金に余裕があるんだったら中心街に行った方がはるかにいいです。タクシーとかやっぱ乗るのも怖いですし、まあ、ウーバーもちょっとそこなんかうまいこと走ってなかったんで、歩いて30分ってちょっともったいない気もするので、往復1時間ですからねっていうことを考えたら、まあ、中心街の方に泊まった方がいい。なんならもうカイザースホテルとかベラージオとかそういうところに泊まった方がいいかなっていう風には思いますけどね。まあそこ泊まったら何万円するんだって話なんですけど、まあそんなこともあって、で今回全部は回れなくて1泊しかしなかったんで、僕が行ったのはバリスと、それからベラージオって噴水ショーがやってるところですね。それからカイザースホテルとかっていうのを回ったりしたんですけど、ハイローラーはでっかい観覧車乗ってみたいなと思ったんですけど、まあさすがに一人で観覧車乗って浸っても仕方ねえなと思ったんで、ちょっと外から眺めるだけだったりしたんですけど、でバリスっていうそのカジノスペースがあって、で登ることができるんです。エッフェル塔のをモチーフにした、ね、建物があって、そこをエレベーターで何だろうって言ったか何だろうかちょっと忘れたんですけど、お金払ったらバーって乗って、で昼間登るのと夜登るのとでまた金額が違うんですよ。夜登ったらやっぱりラスベガスって夜の街なので夜景が綺麗ですから、その分だけ金額は確かに 1.5 倍とか2倍とかそのくらいの金額に跳ね上がってたと思うんですよ。でも夜はもうやることが決まってたんで、夜景見る暇ないなと思ったから、昼間登って、でそこからカイザースホテル見たりとか、ハイローラーを眺めたりとか、上からベラージオの噴水ショー見たりとかっていうのをして、あ一通りラスベガスの街ってこんなんなんだなっていうのを堪能して、まあ、降りていくと、本当はピラミッドとかね、タイタニックミュージアムでしたっけ、なんかそんなんがあったりするんですけど、そういうのを見たかったんですけど、ちょっとまあ行く余裕はなくて、であとはね、
ハリウッドと違って、ハリウッドってなんかこういろいろコスプレした男の人たちが多かったんですけど、ストリップショーとかのバスがめちゃめちゃ走ってたりとか、あるいはもう本当にもうビキニみたいな格好をしているフリフリをつけたお姉さんとかがたくさんいて、いっぱい写真撮ってお金取られているのをこう横目で見ながら、うわ絶対写真撮らんでおこうという感じだったんですけど、まあ、そんなですね、今度は女の人が結構絡むような機会っていうのが多かったですね。僕も何人か声をかけられたりはしたんですけども、絶対気にしないでっていうのを決めてやりましたけどね。で、あとはそのモーターショーというべきなのか、すごいねスポーツカーとかの展示品とか、あとバイクですね、こうやって乗る感じのバイクあるじゃないですか、バイクわからないとあれなんですけど、とかすごい並んでてね、金額とかさすがに載ってなかったんで見て、いくらこんなの乗ったらいくらかかるんだろうなっていうと車がいっぱいあったんですけどね、まあ、そんなも飾ってあったりとかで、もうどこ行っても本当にもうカジノ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 っていう感じだった。やり方さえ分かれば一発やってみたかったなと思ったんですけど、普通そのスロットってなんか3つとか4つとかが並んで、でボタンを押してたら7777が揃ったら当たりが出て何百コインみたいなのあるじゃないですか。そんなんじゃないですよ、もうなんか 6×6 のこれどことどこの絵柄をどう揃えたらなんかコインが手に入るんや、でも一切やり方がわからない、しかもどっかにルール表載ってないかなって、英語は多少読めるんでどっか載ってないかなっても探したけど、どこにもない、やれない、終わったってなって、結局ねラスベガスに行ってカジノをね一回も体験することが終わっちゃったんですけどね、あれだけは思ってなかった、あれだけはやり方なんかどっかでなんか調べて興味あったらね、もう10ドルくらいは溶かすつもりでやりに行ったら面白かったんじゃないかなと思ったんですけどね。とりあえずそのバリスっていうところがあって、その道路を挟んでベラージオ噴水所あって、ベラージオのホテルっていうのがあったんで、まあ、そこに僕は次向かったんですけど、ね、そこのもうカジノの規模感がもう半端ないわけなんですよ。もう映画、本当に映画の世界観みたいな感じなんですよね。オーサンズなんとかとかで出てきそうな、なんかものすごいこう規模が広くて、どこかしこでももうチャリ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 って音が聞こえてきて、すっげえこれが本場かーって思いながら、なんですけどね。で、まあ、カジノスペースが横にあって、フロントがあって、で奥行くと温室庭園みたいなのがあって、ちょうどジャパニーズですね、日本の季節を彩ったあのやつをやってたんで、それを見に行ったんですけど、たまたま日本の城とか日本のお花とかっていうのをこうモチーフにしたものがいろいろ飾ってあって、まあ、そこで流れてたのは千と千尋の神隠しのね BGM が流れてたりして、ちょっと和やかな雰囲気にもなれたりしたんですけどね。多分これは季節によってやってるフェアみたいなのが違うと思いますんで、あのその時々に行って十分楽しめるものじゃないかなと思いますけどね。でそれからカイザーズホテルっていうところに行って、このカイザーズホテルっていうのが皆さん知ってますかね、ハングオーバーっていう3作品シリーズのものがあって、そこの第1作品目と第2作品目ですかねの映画の舞台になった場所なんですよ。まあもともとベガスっていうのが1作品目と3作品目の舞台になった場所なんですけどね、のあここがそうなんだって、なんか僕は当日見かけることはできなかったんですけど、アランっていうぽっちゃりのもうとんでもない問題児のキャラがいて、その人に扮した人が写真を一緒に撮って20ドル撮ってくるみたいなのがあったんですけど、まあ、そういう人たちはいなかったんでねなんですけど、残念ながらそういうのはなかったんですけど、これがねカイザーズホテルめちゃめちゃ広いんですよ。ベラージオと同じくらいもめちゃめちゃ広かった。で7時からシルクロスレイユの、しかもビートルズの曲をモチーフにして演技をするシルクロスレイユを予約をしてたんですけど、迷ってしまってカイザーズホテルで、でカイザーズホテルからまた歩いて15分とかそのくらいの距離のところに行かなくちゃいけなかったのに、もうどこ行ってもカジノ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 で店舗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 で飲食店飲食店飲食店、これどっから抜けれるの、あやっと出口と思ったら地下駐車場違うってなって戻って、でまた店舗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 カジノ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 飲食店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 、いやどこ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 、あ出れた、あここがやっとフロントに戻ってこれたと思って急いで行って7時半に到着して、もうあと5分か10分売れてたらもう入れませんでしたよみたいなこと言われて、なんとかギリギリ入れてね、で9時くらいまでショーを見て帰ったって感じだったんですけどね。まあ、シルクロスレイユに関しては残念ながら、なんか著作権っていうんですかね、なんかちょっと法に引っかく肖像権とかそういうのがいろいろあるんで、写真を貼ることはできないですし映像を流すこともできないんで、まあ、感想だけになるんですけど、シルクロスレイユそのいろんなところでやってるんですよ、ラスベガスで。たまたま僕がどうせなら分かる音楽が流れてるものでやってるのを見たいなと思ったんで、いろいろ調べてたらたまたまビートルズが見つかったんで、あこれ見に行こうと思って、確か1万円もしなかったですよ、7、8000円くらいで入れたんじゃないかな、7、8000円でシルクロスレイユを、ね、見れたってなったら本当に相当もう儲けもんだと思ったんで、これは見に行かけないと思って入ったという、そんな感じでしたね。シルクロスレイユ興味ある方はですね、機会がありますやってみていただけたらと思います。
でショーが終わってで出てきたらもう、ま、本当に真っ暗になってて、もう世界が変わったかのようにも色鮮やかな街並みがふわー広がっているわけなんですよ。でそんな中、もう人も昼間少ないなと思ってたんですけど、夜になったらもうとんでもない人であふれ返ってしまって、渋谷のスクランブル交差点がぐらい人がうわーいて、もう合間塗って歩くのも大変だぐらいな感じだったんですけど、まあ、そんな中またベラージュの方に戻っていって、であの噴水ショー2つ見て、まあ、これはね録画して撮ってみたんですけどね、まあ、ちょっと写真なんかこう載せれたらいいかなと思うんですけど、やっぱり人の感じ方それぞれだと思うんですけど、映像で見る方が個人的にはすごいなと思いました。まあ、もちろん生で見てもすごい感動するし、音楽の荘厳さっていうのはあのね映像で見るよりもはるかに感じられるものだったんですけど、なんか噴水の吹き出し方とかそういうものを見てる限りに関しては、個人的な感想としては映像の方がすごくないと思っちゃったんですけどね、まあ、それは人それぞれなんで、まあ、あの生の興味ある方もぜひ見ていただけたらと思います。はい、で、まあ、2種類音楽が流れて聞いたんですけど、あれどうやら26種類くらいあるらしいですね。全26種類の音楽が流れて、それに合わせたパターンの噴水の出方っていうのもあるらしいんで、まあ、それを制覇しにね、ラスベガスに行くっていうのも楽しいかもしれないですね。まあ、そんなこんなで、ラスベガス僕が今回、体験したのはバリス行ってエッフェル塔を登って、ベラージュの噴水ショーと中のカジノ行って、でカイザーズホテルっていうところで、カジノの中で迷子になって、でシルクロソレイユを見てご飯食べてまたホテルに帰るという、そんな感じでしたね。ホテルもねすごくいいホテルでしたよ。だいたい外国のホテルってシャワーくらいしかないんですけど、そこは湯船もついている比較的ゆっくりできるホテルでして、キングサイズのベッドにも座る眠れたんで、ね、4人くらい縦に並べるくらいの広さのところ、一人で占領して寝れて、両手広げてもまだまだ余るくらいの大きいベッドに寝れたんでね。でね、ホテルの名前がね、シルバーズセブンホテルっていうところなん で近くに食べるところも4店舗くらい確かあったと思うんで、そこで食べてもいいですし、地下のところ、地下と1階か1階に売店みたいなのがあるんで、ジュース飲んだりとかご飯食べたりとかもできますから、おすすめできるホテルです。ということで、5日目ラスベガスの体験記っていうのをお話をさせていただきました。はい、皆さんはぜひ行くときにはカジノのやり方勉強してから行った方がいいと思います。僕ほそれだけが、ね、なんか悔い残っててね、この次回行くときは絶対それリベンジしてやろうと思ってるんですけどね。はい、ということで、あとはいろんなところで無料で見れるショーもあれば有料で見れるショーもあるんで、無料で見れるものと有料と何が違うんだろうなってよく調べて、でまた何を見ようかなっていうのをこう順序立てていった方がいいと。僕今回シルクロソレイユだけはプラン立てていったんですけど、それ以外ノープランで行ったんで、ちょっともったいなかったかなって思ったんで、ラスベガスはいろいろと計画立ててどこ行くのかっていうのを優先順位決めて行くのがすごい楽しいと思いますよ。また今度はロサンゼルスに戻って最終日を過ごしていく、そんなお話をしていきます。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。